あなたも偉いですよ。こうしてアイドルを輝かせてくださってるあなたは、そのミラーボールのあなたも偉いです。なんかね、何でも可愛いと思ってくれる、幸せ。なんかアイドルになってよかったってすごい。てかなんかこうアイドルになれ、なんかそれがあるからアイドルになれてよかったっていうよりは近くて、全然近くて、なんかこのアイドルを通してなんかそういう人に出会えてよかったってめっちゃ思う。でこれが例えば友達として出会っててもめっちゃ嬉しかっただろうし、でもアイドルをやってるからこそこういう人たちに出会えたわけじゃん。あ、このミラーボールも多分やさやさです。そう、なんかよかったって思う。何の話だっけ、なんだっけ、途中忘れちゃった。忘れちゃった。すごいなんか喋ろうと思ったんだけど忘れちゃった。なんだっけな。うん、まんまんまい、おいしい。ぐるぐるめっちゃアホみたい、アホの子みたい。今のはちょっとなしで、うん、今のはちょっとアホの子だったわ。なんか忘れちゃった。じゃなんか褒めてくれる話でなんかもう一個途中のやつあったんだよな。なんだっけな、思い出せないからいいや、ごめん。なんか多分いつか思い出すことないかもだけど、なんかさ、分かった、思い出してる話ね。なんか今日漏れないね、なんか疲れてるからかな、全然なんかやばい。なんでかな、まあ、いつも漏れないんだけど。ほら髪の毛も元気ない、見て、泣いてる髪の毛が泣いている。なんかさ、髪質改善のトリートメント言ったらさ、めちゃくちゃ髪質が変わったんだよね。めっちゃ今の髪型、昔はねやばかったけど、そんな髪の毛もねめっちゃ綺麗になったから、今日ねメイクさんに髪質変わったよね、すごい良くなってるって驚かれた。ありがとう、髪質いいよって言ってくれてるね。これほんとだ、髪いいね、その髪綺麗だね、もっと照らしてあげるよなおちゃんって言ってる。ね、マジで顔疲れてるわ。怖いよねこうやってると。なんだろう、目に覇気がない。うん、そんなことないよって優しい。ほんとに、なんだろうね、目に光入れようかなこれで。なんで？電気？役割しっかり？あ、こちらの方が今私の目に光を入れてくれてますね。マジで本当にね、マジでっていうの本当に嫌だな、本当に、ね、マジでっていうのは別に悪くないんだけど、なんか本当にって言いたいのーほんマジで、マジでって言っちゃうか。でも普通のことマジでもだって日本語だもんね、仕方ないか。目にね、目が黒いんです今日。ほらなんか黒くない？角度、よくない。なんでだろう、嬉しくないです、よくないです。やっぱこの段がいけないのかな。関係なかった、光の入り具合ですねこれは。にゃ倒れちゃった、ただいま。
とりあえずご飯に集中させていただきます。いただきます。あでね、うん、もういろいろやりたいことがありすぎて、今日はだから話を戻しますと、あれなんですよ、中学校の時の黒い話っていう、黒くはないか、あれ、あゆかいるの？マジか。さっきね、あゆかの配信にお邪魔したんだよね。うんね、リカタンがいて、リカタンはあゆかのこと大好きすぎるからめっちゃ大好きなのね。可愛いんだよ、あぶこな。めっちゃ可愛いんだけど、ちょっとなんか修羅場になりそうだったからやっべーと思って切ったすぐ切った、やべーと思って、やべっていう言葉を残して切りましたね。やっぱ修羅場は大変なんで、まあね、小学校の時とか修羅場めっちゃ巡ってきたんで、あ、いい子だねって、逃げてきていい子だねっていう、ありがとう、なんか修羅場とかくぐってきたんで、やっぱ逃げるっていうの大事ね。でもさ、うん、これ顔につくやつだよね、絶対このまま引っ張ったら、もう噛み切れないんだけど、どうしよう、うん、うん、どうすると思う、うん、切れた、うん、うん、うん、申し訳ないんだけど、あぶこなの辛みめっちゃ可愛いから、ごめん、口の中に入れながら喋ってるの本当申し訳ないんだけど、うるさいよ、しかり。なんかあべこなのこの辛みめっちゃ可愛いから、見ててほほえましいやん、多分ファンの人も喧嘩してる姿とかもめっちゃ可愛いと思って見てると思うの。そんな感じで、なんか保護者みたいな感じで可愛いねみたいな、遠巻きから見てるんで、なんかいい展開だなって思いながら電話切りました。わ、ナイス展開と思って可愛いよね。うちんとこそういうのないからさ、可愛いなって思いながら見てます。なんかね、では今日なんかねが多いわ。ティリーン、2個目の食、ブロッコリー。なんか中学校の、今何時ですか？私今何時間やりました？もう1時間経つ？さすがに経たないか。このさ、今何時とかさ言ってさ、早いよね、みんな反応が。職人だね、コメント職人。30分か、結構もう喋ったね。そんなことない？いい眉毛、ありがとうございます。眉毛って難しいよね。なんか眉毛ね、変わってくんだよね、どんどん。眉毛って変わるよね。好きな人の要求にはすぐ答えたい。マジか、モテるな、お主。あ、でも好きな人限定か。好きな人の要求には応えたいか。なるほどね、それが好きってことなのかな。でも要求されまくったら私嫌だな。ねえ、そんなことない。限度によるか。好きだったら嬉しいんじゃない。なるほど、先輩。なるほどね、そっか、好きだったら嬉しいのか。
何の話だっけ。今日顔が良くないですね。なんかもうタコさんみたいなあれしてる、跳ねてる。ウルフだから仕方ないんだけど、ゴムないしな。チュッチュッチュン。なんかあれなんですよ、なんかばっかり言ってるとさ、今見に来てくれた人さ、もうさ、いいやこれなんかしか言わない、なんかボットじゃんってなっちゃう。なんかボットなんかボットって言われちゃう。やばいやばい。なら今日ね、うん、気持ちがね、もうリラックスしてますわ今。あれが入らない、身が入らない、しっかり。そうなんですよ、本来なら配信で別にこういう姿を見せるんだったら配信すんなよみたいな気持ちは自分の中であったんですよ一応。ありがとう。霞んでる私を少しでも霞まないようにしてくれようとしてくれてるしてくれようとしてくれてる。そう、あのあったんですけど、いやなんか私はなんか意外とだらけてる人見るのとか好きだから、だらけてる人なんか、ま、きっちりしてない方が好きなんですよ、そういう配信とか見るのも。っていうめっちゃ自分本位な、だからいいやっていう、ごめんなさい。あ、ブロッコリー塩だれみたいなのつけた、美味しいよ。うんー、うんー、めっちゃ美味しいよ。うん、タレが美味しい。あ、ブロッコリーも美味しい。うん、ブロッコリーって美味しいな、久々に食べた。うんふん、ブロッコリー、みんなもブロコローよ、おいしいよ。うんふんふん、野菜は栄養満点なのね。ブロコロー、ブロコロー、ブロコロー。うん、ごめん、適当に言ってるからちょっとあんま、うん、あんまそんなすんごい適当なんだけど、ブロッコリーよっけ。うん、美味しい。拍手。なんかね、またなんかねって言っちゃった、しかも声裏返ったし、もう恥ずかしいんだけど、なんかね冷静に、なんかね、なな、もうやだ、待って、話の切り出しいつもなんかねなっちゃうんだ多分私。今知ったわ、でも最近だよね、だ多分なんかねって言っちゃう。そんなこともない、ずっと前から。でも話の出だしなんかねって言ってるよね。でも話の出だしってどうやって話せばいいの、なんかねがなかったら。あのねか、でもあのねも同じ現象になるよね。そういえばさ、え、でもそういえばさも違うもんね。でさーか、あ、でさーね、あのさ、なんかねと、なんかねと、うんとねが多い子、あーびっくりした、あ、子供みたいで可愛いってね。うんとね、あ、うんとねも言ってんの、え、言ってないかな、うんとねは言ってない、わかんない。うーん、え、なんか気持ち悪いな、話の切り出しがわかんなくな、なんかわかんなくなっちゃうね、気持ち悪い、なんか。なんかねが一番多いな、そうなんだ。あのね、ねが多いな、やー、あのね、ね多い、ちょっと聞いてもよ、あ、そうなんだ、あーねも多いよ、あー、あのねとか、あー、いろいろ多いんだね、ありがとうございます。
ミラーボール。ごめん雑で申し訳ない。あのね、あ、何の話してたっけ。もう多いよね多分。ありがとうございます、元気づくさせてくださって。あ、いいよみたいな、なおちゃんなんかね、もう全然言っていいよっていうあれですね。そう、自分のいいように解釈してます。ミラーボールめっちゃ都合いいミラーボールです。都合のいいミラーボールにしちゃってます。これね、ささみ、うん、おいしい。ささみタンパク質大事。あ、暗黒中学生、そんなに中学生の話聞きたい？いいよ、自分から言った。自分の言い出しっぺ。そうなんです、本当にね、ごめん、もぐもぐしながら喋ってるの本当に行儀悪いんだけど、ごめんね。なんかさ、咀嚼してる時にさ、何も喋らないと申し訳ないと思って、でもね、口の中をつんさないように頑張ってね、端っこで噛むから待ってて。なんかありがとうね、ミラーボール。うんうん。あ、出てました。なんかさ、全然気づいてなかった。なんか、もういいわ、もういいわ、言うわ。なんかね、なんか中学生時代の話なんですけど、まああんまりあのハッピーなことがめっちゃいっぱいあったんだけど、ハッピーの中の暗黒の話ね。が中学生の時にその机をね、あるじゃん机、みんなのあれを、んー、めっちゃ引っかかった。チキン、なんかそれを整理する、整頓、机の位置をね、マスキングテープみたいなやつが貼ってあるの、なんかこうやって角を取ってあってここに合わせてくださいみたいな印があるのね、床に。でそこに合わせるのがめちゃくちゃ好きで、でもめちゃくちゃ好きっていうのもおかしいんだけど、みんなの机を、あばみり、そう、みんなの机をもう下校するときに、その部活とか行ったり下校とかするときに、みんなが出てから教室のその机を整頓して、で自分は部活に行くっていうのが好きだったの。それもなんかみんながその朝学校にこう登校した時に、なんかさ、見た目、まあ、一番乗りの人とかは分かると思うんだけど、見た目がさ綺麗な方がすごい気持ちいいじゃん。なんか、あ、なんか整頓されてるみたいな気がして、で私はそれが好きだったから、別に褒められたいわけでもないし、もうほんと自己満、マジな自己満だから、なんか人がいる時とかじゃなくて、人がいる時にいたらやったらなんかいやらしいかなと思ったから、人がいない時にやって部活行くみたいなのが、まあ、ブームだったわけ私の中で。もう綺麗にしたいって、ただもうそれだけ、もうなんかガタガタなのが許せなくて、綺麗にしたいみたいなタイプだったの。あ、黒板とかもめっちゃ消すのうまかった、マジで。あれは黒板の消した後一切わからない、マジで。パンとした緑色をねできるんですよ私、まあ、今はもう技術ないからできないかもだけど、まあそんぐらい綺麗、教室を綺麗にするのがとりあえず好きだったので、そのそれをなんかやっぱさ、見てる人はたまにさ人がいるからさ、その中でやっちゃったりとかもするし、なんか知ってる人もいるわけ。なんかでも衝撃だったのが、それをその何ヶ月後くらいかな、わかんないけど、なんかもうあれいい子ぶりっ子だよねみたいな、先生にさ、みたいな、絶対気に入られるためじゃんみたいな、あんないい子ぶりっ子みたいな感じで言われて、チーンってなった。違うみたいな。
違う、普通にただの趣味みたいなって感じでしたね。これは中学の暗黒ですね、それがっていう感じです。でもそれはよくあることじゃん、だから別になんとも思わないからって感じ。いや違うよ、本当にクリーンながクリーンな部分もめっちゃあるよ。これは楽しい、マジな楽しい中学校生活の中のほんと一部、一日だけの話みたいな感じです。マジ一日だけの話ですよ、3年間の中の一日だけの話。あれでもあるくない、なんかそういうのってきっと一個一個みたいな。あるよね。でも仕方なかったもん、だって整えるのめっちゃ好きだったもん、なんかやめらんなかった一個ぶりっこでいいやと思ってやってたわ。好きなんだよな、綺麗な教室。なかった、あれってハマると中毒性あるよねそうなんだよ、なんかね最初はみんながなんか気持ちよく投稿してくれたらいいなみたいな感じでやってたんだけど、あれってちょっとでも帰り方ついてると列が乱れてると気になって気になって仕方ないんだよね。マジ多分中毒性あるよあれ、もうねちょっとが気になっちゃうの。だから後半ら辺は別に人のためとかでやってない、自分のムズムズを抑えたくてやってたねフフ部長やってたから制服着崩せなくて、そんな不死あったら、あああったら、ああいるよね。あれ吹奏楽部だったんだけど、吹奏楽部は学校の手本になりなさいみたいな教えがあって、それもなんか今となって意味わかんないけど、だからでもそういう教えだったの。吹奏楽部はみんなのそのお手本となるような行動をしなさいみたいなっていう教えで、先生のなるほどっつって、だからねめっちゃスカートも吹奏楽部だけなんかみんないい子だった。でも部活の先生めっちゃ大好きだったんだよな、あんなにね心からねいい人出会えないわ、もうおじいちゃんなんだけど。めっちゃいい人、冷めちゃったけど冷めても美味しいや。なんかその先生の言ってためっちゃいいなって言葉いっぱいあるんだけど、でもなんか一つ、なんか何個も残ってんだけど一つ紹介するね。なんかあーって妙に納得したのは、お家で家族とかに向けてストレス発散とかできてる子は外ではちゃんといい子みたいな、でもそのどこでもここの行きどころがなかったりとか、その荒れられなかった、なんて言うんだろう、そういう喧嘩したりとかできない親とねとか、もうお家の中でいい子、本当にいい子ちゃんに過ごしてる子はお外でなんか暴れちゃうようになるみたいなって言ってて、ああ小学校とかもあったなそういうのとかって思いましたね。なるほどって思った。だから SKE も同じ頭までいかないけど、例えばなんかなんだろう、ちょっとこれはなんか例に出しにくいからいいや、でもなんか妙に納得したって考えると、なんかちょっと自分の心余裕持たせられない、なんか仕方ないな、
仕方ないなって片付けるのもちょっとなんか時と場合によるけど、なんかちょっと自分の心に余裕を持てる持っている、なんかそのことに対してなんかいろんな場面で使えるんだけど、なんか余裕持てる気がする。そんなことない。でもさ、私もさ実際そんなこと言ってるけどさ、めちゃくちゃ子供なんだよな。その人がやんちゃできるのはここなのねとか思いそう。うん、なんかね、外で迷惑かけないならいいやとか思っちゃうけどね。何の話してたかな。うん、いいな。なんでなおちゃんはピアス開けかったの？開けかったの？開けかったの？開けかったのってなんだろう。やばい。なんで落ちたかったんだろう。開けなかったのでしょうね。あ、開けてるよ。今透明にしてるの。してるしてる。開けたかったじゃない。開けたかったか。そうだよね。開けなかったのって。そうだよね。開いてるの知ってるもんね。これ見たらね。ごめんね、分かってあげなくて。そうだよね。あれなんだっけ。あ、透明。あ、そう、透明してる。なんで？なんかね、病院に行かなきゃいけなくて、あれ。なんだっけ、 MRI 取らなきゃいけなくて、調べるために変えた。でそっからもう一回ピアス屋さん行って変えなきゃいけないんだけど、キラキラなやつに。いつ、あ、でもなんかどうせまた外さなきゃいけなくなるから、しばらく透明でいっかみたいな。新境地、今新境地、そんなところみたいなこと言いたかった、ごめん。新境地って全然違うこと言っちゃった、恥ずかしい。無理、本当に語彙力じゃないよね。もう語彙力とかのレベルじゃない。もうこんな日本何年目ですかみたいなところ。本当にでも MRI ね、すごかったよ。音がすごくて、狭いとこ嫌いな人さ多分嫌いじゃん。恐怖症の人多分無理じゃん。私は大丈夫なんだ、大丈夫だったんだけど、狭いとこはそんな行ったことなかったから怖いとか分かんなくて、大丈夫ですかって聞かれたけど、いやちょっと入ってみないと分かんないので頑張りますみたいな感じで軽い気持ちで入って、だからあ、これ確かに狭いのが無理な人は本当に無理だろうなって思った感じでした。もうね、フェイスシールドみたいなのがあって、中にトンネルみたいな、本当狭いトンネル、ちっちゃい、もう一人分のちっちゃいトンネルに入って、ね、音がすごい工事みたいな感じで、ね、ドゥーみたいな、いろんな音が流れます、ドゥーって。でも私は音楽してたから楽しめたのは、なんかあ、これ何の音に近いのかな、いやこの音かなみたいな音を楽しんだり、なんかタンギングみたいなの、トゥートゥートゥーってタンギングみたいなのしてたから、おめっちゃタンギングするやんって聞いて、でなんか速くなるの、そのタンギングが、おこの機械こんな速くタンギングできるのすごいみたいな感じで楽しんではないな、なんか乗り越えました。そうやって考えられないと、なんか何も考えなかったら不安になりそうだったから、そうやって気をそらしてました。そういうので。で、なんか動いちゃいけないって言われてたから、めっちゃ頑張って動かなくして、でもなんか、
音聞くの別に大丈夫だし、重点音とか流れるとライブの感覚がすごい呼び戻されて、うわ早くライブしたいみたいなって思ってたら心地よくなっちゃって寝ちゃって、うん寝てはないけど寝かけてしまって、でも動いちゃいけないっていうその緊張感があったから、あやばい今寝かけた危ないみたいな感じでそれを 2,3 回しちゃいました。最後ら辺は本当にちょっと落ちてたから、終わりましたよっていうのが遠くから聞こえて、あやばい今寝てたなみたいな感じでしたねっていう感じ。寝てたね結局。そうだね、なんかガチな寝ではないけど薄く寝ちゃってましたかもしれないですかもね っていう感じですかね。そうやってやるときっとなんだろう、気紛れるけど本当に苦手な人とかはもう無理だろうね、もう怖いんじゃないかなと思うけど、うん、どうなんだろうね。思うけど、無理だろうね。なんか大人になるとみんな入るもんなんかな、違うかな、関係ないか。人間ドックとかしないの？人間ドック、そうだよ、人間ドックって調べるやつよね。ないのね、マーライみたいな、なんかバリウムみたいなやつはよく聞くけど、ないのかな人間ドックには。定期的に MRI 撮ってる、なんで定期的に撮るもんなのあれって、異常があった時に入るものだと思ってた。うん、強制ではないけど一度受ける。会社員 とか SK は健康診断あるの？ないね、各自どうぞみたいな感じだと思う多分。そんな会社から言われたことはないですね。かといって個人で行ってきてくださいみたいなないね。だから個人経営と多分一緒だから分かんないけど私もよく分かってないけどないね。あん今後はやるのかな、分かんないや。なんかそんな話なんも言わんとかなんか分かんないからバリウム飲むのは40歳以上。あそうなの、意外とあれだよね、やっぱなんか何かちゃんと異常がないか調べるために MRI あるもんね、すごいよね。でもなんかちょっと病院の人と喧嘩した、喧嘩じゃないんだけど、なんか着替えなきゃいけないじゃん MRI って。着替えたら出てきてくださいって言われたから着替えてたら、もう大丈夫ですかって言われて、あすいませんちょっと待ってくださいごめんなさいみたいな言った。ほんとそのマジ1分後ぐらいにもう大丈夫ですかって言われて、いやちょっと待ってくださいみたいな、まだ終わってないですってなって、さすがにちょっと笑っちゃった、あまだですって言っちゃったそんなことがありましたね。あれがバカにした笑いって思われてたらどうしようって思ったけど、めっちゃ優しい人だったんで、あの入る時とかこれ握っててくださいねみたいな、ブザー鳴るんでみたいな、よかったと思って。私がただ単に着替えるの遅いくて待たしちゃっただけだったからよかった。めっちゃせかされましたね。後ろにもいたからかな、なんか後ろの人が次入る人がおばあちゃんだったんだけど、耳栓するのね MRI 入るとき。おばあちゃんもう耳栓してスタンバってるからさ、の MRI についてる方がさ喋っててもやっぱ聞こえないのね。その格闘が面白かったなと思って今からとかって言ってたけど、おばあちゃんうんみたいな最後もうその人諦めてたもん伝えるの面白かった。
前はね、入れる前にちゃんと伝えなきゃいけないんだなと思いましたね。っていう、まあそこに就職することはないんであれなんですけど。コント、ほんとコントだった、マジザコントでしたね。おもろかった。でもちゃんと多分伝え切ったと思いますよ。結局耳栓外したのかな、私はそのコントの部分しか見ないで去ってしまったから分かんないけど、ちゃんと伝えたとは思う。母が、ね、なんちゃん頭痛持っちゃうの全然。あっ、あっとか言ってた。でもね、いや、頭痛になることそもそもそんなないですね、私。頭痛ひどい人とかはさ、雨とかでも頭痛になっちゃうのかわいそうだよね。やだよね。普通にさ、生活してても、あー、雨やだなって思う時もあるじゃない。でもさ、そこに頭痛プラスされたらもっと嫌になっちゃうもんね、雨が。花粉症とかもきっとそうだよね。雨の後の晴れたのが一番花粉きついとか言うじゃん。普通だったら、普通だ、私花粉症持ってないからさ、晴れたらわー晴れたってなるけど、花粉症の人は怖いのかな、やっぱ晴れてしまったってなるんだよ。健康が一番っすよ。古畑ちゃんはどこかの誰かの心配をむっちゃするよね。確かに、近くにいる人一番心配してあげなよって感じだよね。それ、その言葉をさあ、今自分の中で冷静に受け止めたらさ、確かに。いや、その人のコメントにめっちゃ悪気はないよ、めっちゃいいことよ、褒めていただいたんでありがとうっていう。でも自分の中でその考えた今、うん、そばにいてくれる人のこと大事にしなきゃいけないよなって思ったわけです。そろそろね、口の色がないね、すぐなくなっちゃうんですよ。めちゃくちゃ口のなくなるんですよ。ち、すぐ色取れちゃうんですよ。可愛くないのね。なんだね。な、でもなんかそんな、なんかありがとう。ナイス。ナイスミラーボール。ありがとうございます。全然ね、優しくないんだよ、本当に優しくないんだよ。なんかマジで優しい人多分いるじゃん、この世に。わかんないけど、なんかもう生まれた時からそういう考えしかできない人、もうなんか嘘の優しさじゃなくてさ、そういう考えしかできないみたいな、それが普通みたいな。まああんま会ったことないけど、わかんないけど、でもみんな優しいからな、世の中。でも優しいってわかんないよね、何を思って優しいにするのか、どうなんだろう。でも性格って変えれるんだと思う、多分。多分ね、わかんないけど、ほんと多分よ。変わりたいと思ったらやっぱ変われるもんね。わかんない、めっちゃ時間がかかるけど、
よっけかかるよ、かかるけど、なんか多分変えたいと思ったら変えるもんね。うまいよ、うまっ、おいしい。まあ、そろそろ喋ることなくなってきちゃった。珍しいよね、2日間連続って。えい。毎日見ても何もない、ごめん、間違えた。なるほど、2日間連続配信とっても嬉しいということですね。よかった。伸びたね、髪の毛ね。あー喜んでくれてる、ミラオーレ、ごめんね今日こんな疲れた顔してて。仕事自体はマジで楽しかった、本当に楽しかった。でもちょっと久しぶりの多分外に出て疲れてる、多分電車とかね、なんか重い荷物持ってたんで今日電車乗り換えと階段が来ましたね。これはちょっと優しい、感謝しかないって書いてある、嬉しい。無理しないでね、だって優しい。でもあんまなんかついてる疑惑、あ、取れた、よかった。なんかね、喋ろうと思ったんだけどちょっと忘れちゃったなって。ボンとお正月過ぎちゃった、ごめんなさい。ボンとお正月が一緒に来た、ああ倒れてしまったみたいな。ねえ、なんか楽しいことしたいね、唐突唐突だった。なんか楽しいことしたいね。なんだろう、楽しいこと、なんだろうね。おいしい、これおいしい、ささみすいません、カメラが多分ね配信に飽きてるのかもしれない。もうこいつの喋ることつまんなすぎて、こいつの顔面映せねえわ俺って言ってる。勝手に男の子の設定にしちゃった、この携帯のこと。あ、神ですね、こちらのミラーボールは。優しい、なんかねこの間さ、今ひどい顔してた、本当にごめんなさい、マジで。あ、気をつけますね、本当にね。取材があったの、この間で、取材の時に全然答えなくて、あ、通常営業なんですけど、それが安定ね、ほんと安定。なんか自分の言ってることがまず、ほんとショールーム見てて分かると思うんだけど、こうやってすぐね話飛んじゃうし、話まとめられないし、喋ってる間に何を言ってるかが分かんなくなってきて、で次第に、あれ喋ってる途中で、喋ってる途中で、え、
この方なんて今質問してくれたっけってなっちゃうわけで、しかも最悪の時はその方が何とかですかって質問してくれるじゃない、長い感じで、こういうこ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 ういうことかだったと思うんですけど、あなたはこう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 だったんですかみたいな感じで、その時の心境はとかあると思うんだけど、それでその質問されてすぐ質問投げかけられる、でそう、もう最悪の時はもうそれも忘れちゃうの、あれ結局何を一体何を私に質問してるんだろうみたいな、多分願いかもう忘れちゃうんだけどな、結局何みたいな、結局何を質問してるんだろうみたいな感じになっちゃって、もう一回ごめんなさいお願いしますって言ったりとか、二人で取材する時とか、もう大人数の時とかも誰かが答えてる間にその方が質問してくださったやつを忘れちゃうので、誰かも答えてる間にさ、普通だったらさ考えるじゃん、あなんて答えよう自分みたいな、でもそれも忘れちゃうし誰か答えてる間に、でそうすると質問の内容も忘れちゃうので、ね、もうこの間の取材もそうだったの、もう何回も忘れちゃって、ごめんなさいもう一回いいですかっていうのと、ごめんなさいあのもうちょっと噛み砕いなんかもうちょっと言えないじゃん、でもそんなことあの分かりやすくお願いしますが言えないから、いやめっちゃ丁寧に分かりやすく言ってくれてるのに、それでも緊張っていうかなんかねえ、なんか分かんなくなっちゃうの、ごめんなさいって何回も言ってお願いしますって言って言ったり、話してる間に言ってること分かんなくなって、あごめんなさい今のちょっとなしで、何話してましたっけみたいなね、なっちゃってもう悲しいってなって、まあなんとかね、まあ、取材は終わるわけですよ、時間が経てば終わるわけですから、なんとか答えれたと、あよかったみたいな、言いたいこと全部言ったか分かんないけど、あでもあれ言っとけばよかった、これ言っとけばよかった、ああいう風に言っておけばよかったなとか全然あるんだけど、まあとりあえず終わってよかったみたいな。でまあ私はもうインタビューの後とかもいつもはぁってなっちゃうんだけど、はぁとはなんないな、なんかはぁ次はどうしようかなみたいな、いや言えてたかなみたいな感じになっちゃうけど、そのところでマネージャーさんが LINE で、なおさんの言葉選び好きですよって、私何も言ってない、何も言ってないけど、急にマネージャーさんが、私なおさんのアテンドしてくれてたマネージャーさんねから LINE が来て、私は何も言ってないけど、そのマネージャーさんがなおさんの言葉選び好きですよって来て、もうなんか神かよ、やっぱなんかさっきまでしたなんかあいなかったとかなってたところに来たから、神だと思って、いや私の自尊心が保たれましたって話したら、えでも本当にそのなおさんのなんだろう考えてることとか、なんか優しい言い回しが、ありがとうございます、すごい気遣っていただいてナイス、そう優しい